レノボプレゼンツユイ&ポポナのアークスラジオ。アークスの皆さんこんばんは。 PSO210 周年公式アンバサダーの長谷川ユイです。 NGS オフィシャル VTuber のポポナです。この番組は PSO210 周年を記念するプロジェクトとして期間限定で配信させていただく、すべてのアークスの皆さんに向けたウェブラジオです。引き続きユイ先輩とポポナの2人でお届けしていきますので、少しの間お付き合いいただければと思います。はい、2回目です。2回目、なんか、うん、1回目より緊張してるんだけどなんでだろうね。なんでだろう。でもね、1回目もたくさんの方にお聞きいただいてるみたいで。そうなんですよ、配信でもね続々と感想をいただいてます。え、ほんと、うん、え、なんかやってみてどうだった？ポポナはね、うん、やってみて、うん、でも裏で喋ってるのと同じテンションで、うん、本編も喋ってたからなんだろ う, そう、ね、本番っていう感じがしなかった、ラジオって感じが、うん、もう本当にこれ普通に2人が喋ってる会話を皆さんがただ聞いているみたい な, なちゃんとラジオなのよ。でもそれがね、ラジオの真骨頂だとは思っているんだけれども自然にね話せるのが一番いいですよね、うん、あ、そうなのそうなの、うん、ただねちょっと今日緊張してるけどね。そう、なんでか今日は、ね、なんか2回目やっぱなんかそのさ、1回目あったからみたいな、超えなきゃっていうのがあんのかも。いや、もう超えなくていい、超えなくていい、そんなない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 大丈夫、ないない、そう、いつでも超える壁、そういうのないから。あ、そっかそっか、うん、そういうのないないない、大丈夫。毎回違う感じで楽しんでもらえれば、うん、あ、そうね、いいよね。うん、そう、私たちがね多分ねきっとあの毎回毎回いろんなことあるから何かしら起こると思います皆さん。何かしらありますんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最近だとね5月31日に、うん、あの NGS ヘッドラインがありまして。そうですよ、見ましたよ。ちょっとその説はありがとうございました。最高でした。ちょっとペコ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 してます。真面目に言わせていただいて最高でしたよ。え、本当に、うん、嬉しい。もう添えていただけると、またこうヒロアライさんとは違った、うんうん、ユイ先輩のヘッドラインだったと思う。いやー、それ一番嬉しいお言葉。本当に良かった。本当に嬉しい、ありがとうございます、うん、もう本当にね、緊張しかしなくて、あの日伝わってきたもん。ポポナと喋ってんのと全然違うからさいや、あれはちゃんとさ、ほら、あの番組らしくやるっていうので、確かにね、その前日にもね、うん、あのその前にもコラボ配信とかがあったりしてさ、うんうん、なんかあの人となんか同じ人なのかみたいないや、言ってたリスナーさんも、うん、なんかあれ、こんなにクールだったんだみたいなこの前と一緒違うんだけどって。いや、そりゃそうよそりゃそうですよね。いや、本当ありがとうございました。スーツもお似合いでしたよ。いや、もうスーツの色もこだわりました。あ、最高です、本当にいただきましたはい、ありがとうございましたありがとうございます。で、最近はね NGS ではクバリスが配信されたりなどなど、もうね盛り上がってまいりました。新しい風がビューっとね、はい、もう寒すぎる風がビュービュー吹いております。そうそうそういい意味でね、いい意味でね、水着で挑んでおりますけども何してんだってね。えもうダメージ受けるって言ってるやん。本当なら投資するのよそうなのよ、でもアークス強いから大丈夫ですはい、大丈夫です、フォトンに守られている。そうなんです、うん、え、ちなみになんだけどさ、ハトスケってさ寒さに強いの？あ、俺か。あ、そうそうそうだな。まあポポナの右手についてないときは、うん、基本的にポポナのポケットに入ってんだよ。え、ハトスケってこの着脱かなの？あ、そうだよ。あ、そうなんだ。うん、へー、だからポケットに入ってる時はあったかいけど、うんうん、外に出されると寒いから、うん、あんまり出すなって思ってるというハトスケさんの、内なる切なる願いでございました。それ言っていいの、ハトスケはい、ということで、それでは改めまして、はい、レノボプレゼンツユイ&ポポナのアークスラジオ、この番組はレノボジャパン合同会社様の提供でお送りいたします。ガチャガチャトーク、イエーイ。はーい、こちらのコーナーはガチャマシンからランダムに選ばれた PSO2 および NGS に関するトークテーマに沿ってパーソナリティ2人であれこれトークしていくコーナーです。はい、トークテーマはこちらのね、皆さんには見えませんけども、うん、ガチャマシンに入っておりますので、はい、早速
今回も回していきましょうか、はい、いきましょうか。まあこのガチャマシンね、これ画像をねラッピードットコミュさんの、あ、そうそうそう、ツイッターだったり私のツイッターだったりで、うん、うっすら映ってたと思うんですけれど、ね、はい、ちゃんとあるんだよっていう ねポポナもあんな感じでいるんだって。そうだぞ、そうなんだぞ、みんなちゃんとやってるんだぞじゃあ今日は先にじゃあポポナちゃんが OK 回していきましょう。ポポナからいきましょう。回しちゃってん、おいせおいせ、みんな聞こえるかな、この俺の音がいくよ、回すよ、ガシャガシャゴン、おっといいの来ちゃったんじゃないこれ。なになに、いきなり引きよかったんじゃないこれ。おお、呼んじゃっていきますよ。ででん、自分を属性に例えるとしたら何属性。はあ、属性、ええー、いやこれ自分でっていうのちょっと難しいからさ、むずい、お互いちょっとなんか言い合いっこしない。そうだね、ゆい、うん、先輩のなら言えるかもね、そんな感じする、うん、あ、じゃあ私、はい、あ、どうぞどうぞ。ポポナちゃんはね、うん、光、え圧倒的光じゃない、嘘、うん、今なんか一瞬想像したんだけど風かなって思った、うん、あー、いやそれはね鳥のイメージじゃない、なんかね安直すぎってこと、そういや、そうすぎては言わないけれどもうん、うん、なんかね、うんうん、やっぱパッと会った時の印象だったりとか、うんうん、声だったりとか、うん、配信を見てると、うん、明るくなるの周りが、うん、とてもそう、うん、だし私実際に私もリスナーとしてさゲームをやりながら、うんうんうん、ポポナちゃんの配信を聞いたりしているんだけれどね、うんうん、なんだろう、心地が良いからすごいね癒されてレスタみたいな気分になるわけレスタまで入ってくる、レスタ行く、光でレスタまで入ってくる、あ、そうなのよ、豪華すぎないちょっとっていうねイメージがすごくあって、そんな風に思ってくれてるんだ、うん、ありがたい存在だなって。ほらレスタってありがたいでしょ。確かに、うん、ありがたいよ、困ることない、そうなんよ、だからなんかそういう気がするあ、嬉しい、うん、プラスのことしかないってことだよね。そういうことだ、あ、嬉しいなそれ、うん、ありがとう、ゆい先輩、綺麗ってことよ、キラキラしてて照れるのよ、ガチ照れしてます面と向かって、私は目を見て今言った、言わないでよ恥ずかしいって、もうお茶飲んでいいかなもう今ね目をすごい反らされておりますすごい反らされてる、ポポナ言う、ポポナ言う、はい、いやどうぞ。ポポナはね、はい、ね、変な意味で受け取ってほしくないんだけど、うん、最初の第一印象で言うと、はい、うん、氷なの。ほう、それは別に冷酷とか、うん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 、そういう風に思ってほしくなくて、はいはいはい、美しいんだわ氷ってさ綺麗じゃない。あ、まあわかるね、私もクバリスね今遊んでるけれども、うんうんうん、本当に氷とか雪景色では綺麗よね。綺麗だよね、うん、やっぱなんか可愛いっていうのもあるんだけど、美しいがまず最初に来たんだ、ゆい先輩からは。だから氷なんだけど、でも、うん、中秘めてるものは火なのよ、うん、はあ、だその均衡どうしてんのっていう複合テクニック複合が起こってんのよ。そう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 、うまいこと言ってくれた。そう、なるほど、ゆうい先輩複合なの。ちょっとこの質問考えてくれた人には悪いんだけど一個じゃないんかいってでもまあよく言われます。言われる、やっぱ内なるものがあるよね、うん、みたいな、うんうんうん、なんかそれは決して、まあ、腹黒って言い方じゃ腹黒かもしれないけどさ。 そう、そうなの。そうかもしれない。え、まあどうかなえ、でも嬉しい、なんかそのなんか美しいっていうイメージがなんか持たれることがね、うん、最近ちょっとなんかありがたいことに多くいただいてて、うんうん、昔はやっぱどうしてもなんか可愛いとかさ。そうかそうか。でも言われたいの、今でもはしゃいでたのかな昔は。うん、結構はしゃいでたはい、ということで、私はポポナちゃんはまあ光だと思ってて、うん、で、ポポナちゃんは私のこと氷なんだけど、うちなる、嘘、うちに火を秘めてる複合っていうことで、はい、ということでございましたはい、はい、じゃあ続いては私が、はい、ゆい先輩お願いします。いきます。おー、バッチリ聞こえるね、やっぱりね、いい音。さあ、今回はガチャの音何それ何それ何それ、もう次からも言うよはい、続きまして、はい、はい、一番思い出に残っているクエスト。むずくない？いっぱいあるんじゃ、そんないっぱいあるよね。何
ろう、でもやっぱね私季節限定のさ、うん、いやいやわかるよ、これ PSO2 の話ですけれども、うんうんうん、あの PSO2 ではねあの期間限定クエストで、うん、季節限定 の、 あの緊急でさ、やっぱりあれかな、私はねクリスマスが結構好きだった。あ、そうなんだ、うん、ちょっと意外かも。クリスマスだと、まあうん、あのぐる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 回るんだけれども、うん、BGM がすごくいいの。あー BGM ね、あのね程よくね眠たくなるの寝ちゃダメじゃん。でそのままあの、うん、夜とかだから23時緊急とかの時とかにやってると、うんうん、あの気がついたら壁にさって言ってるわけぶつかってるやつ、ね、ぶつかってるのでゆいゆいみたいな、トゲで起きろって言われるみたいな、バレてんだ、ハンツだ、もうだって明らかにおかしいの、みんなさ行くじゃん、うん、そっち行くじゃん、だから野良の時はねちょっと何かあったのかなって感じするけどさ、一、うんうん、人残ってんの黄色のが点がはぐれてんのね。そうなの、そうなのミニマップで明らかに動いてんのにがかな、やっぱね緊急クエストかな。あ、なるほどね、うん、いやでもポポナも、うん、その季節限定で言うと、うん、バレンタインデーとかそのホワイトデーっていうのはすごく一緒に残ってんだけど、でもやっぱ死ぬほど行ったのは、うん、あの黒人さんから受ける、うん、TA のクエストだよね。タイムアタック、そう、あれはもうメセタを稼ぐには行かねばならんっていうみんな通る道だからね。そうで稼いだそばからスクラッチ品買って、うん、チームメンに怒られてた、うん、防具強化しろよって言われてたもんいやもうそれも一つのそうでもモチベだから、チブメンと一緒にしか緊急行かないから許してって、うんうん、野良の皆さんにね迷惑をかけるんじゃなくて、うんうん、チブメンにだけ迷惑かけるから許してって言ってた、その時は。今だけは許して、そうそう、今だけ後でやるから大丈夫だから、今じゃないと高いのって言ってリアルなんだよ、そう、感想が。そうなんですよ。いやでもね NGS でもどんどん新しいクエストとかもいっぱいあるから、ね、いっぱい思い出作っていきたいよね、うん、これから作っていきたいですね。はい、では次のガチャガチャいきますか。はい、いきましょう、いきましょう、よいしょ、いきますよ、うん、おい、ちょっとあのヘッドホンのコードがさ指に絡まって取れなくなっちゃった遊んでんのよ、誰か助けてあげてあげようかじゃ大丈夫大丈夫、あ、開くね、大丈夫だね、うん、絡まってもいけるあっちはい、はい、いきますよ、はいよ、でーでん、一番印象に残っているエネミー、エネミー、テイムズ以外って書いてある、テイムズ禁止か、うん、あ、でも私は結構エネミーに興味がある人なんですけれども、うん、興味ある？ずっとね、これは昔から言ってるんだけれど、うんうん、PSO2 のボスエネミーの、うんうん、あのメデューナとか、ああのクラゲみたいなやつ、あ、そう、クラゲみたいな、はいはいはい、地面に潜るやつね、あ、潜るし、もうあのぐるぐる回って突撃してくるやつえ、なんで好きなの？ビジュアルが好き、あ、ビジュアルね、うん、あのね、なんかスカート履いてるみたいじゃない？うんうん、確かに確かに、ふんわりしたあのドレスみたいので、それの延長線で NGS ではチアキュリオがすごく好き、うん、あー、なんか飛んでる系なんだな、なんかふわふわしてて可愛いんだよね飛んでてたまに地面に潜って、あ、そうそうそう可愛い、なんだろうね、なんかね、すごい惹かれるものがあって、謎性癖じゃないそれ。そんなことないよ、多分ね、ビオラメデューナに関しては、うん、あ、自分も好きですってね、当時広報隊をやってる時に、うん、あの、え、自分も、あ、可愛いですよねって言う人結構多かったよ。あ、そうなんだ、うん、人間って面白いよね不思議がられてる、うん、まあ、印象も残ってるし、まあ、好きかなっていうエネミーですね。ポポナはね、うん、怖いっていうか、うん、もう出会っちゃったら、うん、キャー助けてっていうので、うん、クロームドラゴンかなクロームドラゴンさんはね、そう、そうね、あれ最初細いじゃない、細いね、細くてなんか途中で吸収してお腹膨らむでしょ、うんうん、怖い怖い怖いやばい、パンパンになってるってってそう、壊せ壊せ、そう、怖かった、あれ強いしさ、しかもビジュアルもちょっと悪魔っぽくてさ、そうなの、そうなの、ドラゴンなんだけど他のドラゴンとはちょっと異質な感じするよね、そう、肌がビチッとしてん、うん、ねだからあの幼い頃のポポナは、うんうん、すごく怖かった、あのエネミーは、うん、でも敵だから怖くて当然なんだけどね、まあね、脅威だからね、うん、脅威だから、うん、そんな感じかな、うん、なるほどね、はい、はい、まあそんなこんなでガチャガチャトークは、うん、今回は
はい、以上ということになります。あっという間。はい、今回はここまででございます。次回もガチャマシンからランダムに選ばれたテーマに沿ったトークをお送りいたします。お楽しみに。アークスからのふつおた。ウェイ。はい、こちらのコーナーではアークスの皆さんから投稿いただいたお便りをご紹介していくコーナーです。はい、早速紹介していこう。皆さんありがとうございます。たくさんありがとうございます。じゃあ今回はポポナからいこうかな、うん、はい、お願いします。はい、ルーティアさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。PSO210 周年おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。私が PSO2 を選んだきっかけは、うん、無限のキャラクリとシンボルアートでした。おお、シンボルアート。シンボルアート、世界で唯一の自キャラでお手製のシンボルアートでコミュニケーション取れるのは最高です。うんうんうん、なるほど、お手製、自分で作ってってことか。おお。そんな中、フレンドの自キャラちゃんを描いたらとても喜んでくれて使ってもらいました。うん、その時にこのゲームをしてて本当に良かったと感じました。これからはみんなの自キャラライフの役に立てたらとシンボルアートを楽しく描かせてもらってます。こんなゲームは唯一ですので末永く楽しめるように応援しています。ポポナさんやユイさんにも楽しんでもらえる SA を描けるように頑張ります、ということでありがとうございます。ありがとうございます。シンボルアート職人さんだね。え、あれすごいよね。だって一個一個さ、全然関係ない形のパーツ組み合わせてさ、あれ本当にさ、ね、やったことあるんだけど一回。あるの？あのね、うん、何もできない1ミリも何も形にならないの何もできない。何も、私は力不足すぎてあのなんか文字を書くこともすごく難しいことなのよ。うん、そうなんだ。うん、なのでね、あの SA を書ける方々はね、うん、全員天才だと思っております。いや本当にそう、ポポナのね、うん、あの配信にもよく SA 作りましたって来てくれる方いるんだけど、うんうんうん、じゃあそんなにたい、ちょ一回経験した方がいいね。そうね、一回作ってみな。うん、ありがたみがちょっと、そうよ、もっとわかるかもしれない。うん、ちょっとチャレンジしてみたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、風来のエクスオさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。長谷川さん、ポポナさん、はじめまして。はじめまし ましてウェブラジオ配信おめでとうございます。ありがとうございます。10周年プロジェクトとしてラジオが始まると聞いて早速送らせていただきましたと。ありがとうございます。うん、さて、僕の記憶が確かならかつてTGS2018 の PSO2 ステージにてバウンサーのコスプレ、桜花天候に身を包んだ長谷川さんを会場にて見させていただき、とても似合っていたのを今でも覚えています。見て、うんうん、なんて懐かしい話を持ってくるんだここで。これそこでお二人に質問です。この1年で NGS で様々なコスチュームが実装されてきましたが、実際にコスプレとして着てみたいコスチュームなどあるでしょうか。いつか NGS のオフラインイベントで見れる日があればぜひとも…てんてんてん。それでは今後のウェブラジオ配信も楽しみに待っています。はあ、オフイベントでね。オフイベでポポナ、ちょっとポポナバーチャルな存在なんだけど、うんうんうん、大丈夫かな。ポポナ的に着たいコスチュームある？ポナ的に着たいコスチューム、うん、いやでも単純かもしれんけど、うんうん、クーナさんのライブ衣装っていうのは、うん、あーかわいいね。一度は憧れるよ。あれはね、そう、あれ実装された時優衣でもバシバシ着させてバシバシ踊らせてた。そうだよね、あれはかわいいね。一回は着てみたい。ポポナちゃんのステージライブ衣装は見たいな。私が見たい。なんか似合うのあるかな。絶対似合うよ。カラチェンパス使えば。カラチェン色によるってことね。おお、特注特注。色変えたらいける？うん。うわ、ちょっとそれはやっぱ憧れてるから。あ、もう今ね、あのね、見たいっていうコメントが私には見えてる。あ、見えてんの？すごい見えてるよ、見えてるよ。見たいよって。あ、分かる。それな。千里眼使える。見えてる見えてる見えてる。ね、いやもうこれはね見たいよ。ポポナちゃんはね、うん、なんかあの私が前聞いた時はさ、このコスチューム何個も持ってるってさ、ちょっと聞いたことがあるんよ。あ、そうね。だからその一着に。そう、入れてくれ。何十枚も持ってるからでしょ、うん、これ着回してるから、うん、その中の1枚でぜひ。あ、ちょっと入れたいな。ちょっとステガさん着させてくんないかな、ポポナに。言っとけばよ、言っとけ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 。お願いします。いつかいつかでいいから、いつかで。ゆい先輩は
よ。私はね、そうですね、うん、私はトナカイスーツです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょういいのかな、こうなんで次は、野立さんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。長谷川由衣さん、ポポナ、本日はお日柄もよく、お日柄も良いですねお日柄も良いしか言っておらぬあの読み間違えたんかと思ったわポポナがたまに配信でやるやつだね。あ、なるほど。早速ですが、お二人は PSO2 および NGS 内で好きな NPC キャラクターっていますか？うん、僕は PSO2 の3代目クラリス・クレイスが好きで、ヒューイとの掛け合いやエピ2でのお話がとても印象に残っています。エピソード2だね、うんうん、昔チョコレートの行方という緊急クエストでもらえたクラリス・クレイスのチョコというアイテムを今でも大事に残しています。第4回とのことですが、ラジオの収録頑張ってください。楽しみに待ってるでござるよ。ニン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 は勝手につけましたござるだからね。そう、ござるだったから。そんな好きなキャラクター言うたら私はもうこの人しか出ないんです。え、ちょっといいっすか、知ってるけど。いいっすか、言って、うん、どうぞ。テオドールくんですよね。ありがとうございます。よく言ってるよね。はい、もうずっともうね、ブレない、うん、ブレないよ私は。え、どんなところが好きなの？もうね、あの発酵そうな感じあ、なに、幸薄いってこと？うん、もう最初のね、出てきた時からね、うん、おやって思ってたの。うんうんうん、おー、これはと思って。なんかなって。で、それからさらにどんどんやって、あれな、改造され、改造改造ですかみたいなね、そういうのが好きなの私。そうなんだ、うん、え、でもさ、そういうキャラクター好きになった時ってさ、最後は幸せになってほしいの、それともその、うんうん、貫いてほしい、その幸薄そうな感じ。いや、幸せになってほしい。あ、そうなんだね。だからきっと今ウルクと幸せだと思う。うんうんうん、泣いてないよ。泣いてない。いや、私そういうんじゃないから。あ、そういうんじゃないのね。そういうんじゃない。別にあの、うん、バッドエンドが好きなわけではない。ではない、ではない、そういうわけではないですポポナはね、うん、やっぱ単純なんだけど、うん、ゼノさんとエコーさんのカップルかな、うん、拍手。幸せになってほしいって、うん、本当に心から思ってたから。微笑ましいよね。よかった、うん、出てくると、あー、やれやれやれ、もっと盛り上がれって思ってたよ、ずっとくっつけ、おー、くっつけ、そうそう、いけいけ、もっといけ、おせおせ、ゼノいけ、お前、いや、まあまあってなってたねわかるよ、うん、はい、ということで、ではね、あともう1ついきますね、うん、行きましょう。はい、ラジオネーム D さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、放送第1回はリアルタイムで楽しませてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。リアタイ。お便りにあったアークス広報隊チーム、秘密チュケッチャユイピョン、僕も参加していました本当に懐かしいです。この時のメンバーの多くはユイと共にいろんなシップへ行って、今でもシップ Q でユイ可愛いという有志のチームとして残っていますよ。おい、大好きじゃねえかよ本当にありがとうございます、ね、もうチーム名が、チーム名が、はい、かわいい。公式放送とオフラインイベントを全力で楽しむチームなので、今年のアークスエキスポ2022は久しぶりのオフラインイベントとして本当に待っていましたという感じです。もうね、これは私たちも思っている。そうだね、うん、オフラインイベントってね、やっぱ PSO2 って、うん、結構 PSO2 ってあのオフラインイベントありきなところがね、確かにあるんです、うん、だから待ちに待ったということで、うん、きっとね、うんうん、もう今か今かと、こういう風にお便りいただいた方みたいに待ち遠しい、早くその日が来ますようにって願っていた皆さん、うん、ぜひお越しください。そうだね、ポポナも、うん、オンラインゲームでこんなにオフラインイベントに参加するゲームって、うんうん、PSO2 しかない。まあそうだよね。ないないよね。こんなに活発なゲームないよもうね、かなり全力でね、うん、もう今回久しぶりの開催ということもあるので、そうだね、たくさん企画もありますのでね、はい、ぜひ皆さん一緒に来て盛り上がりましょう、うん、楽しみにしててください。はいはい、ということで今回ご紹介するお便りは以上となります。アークスの皆さん、お便りの投稿ありがとうございました。ありがとうございました。ここで改めて番組提供のレノボジャパン合同会社様についてご紹介させていただきます。レノボジャパン合同会社はゲーミングパソコンブランドレギオンをはじめ幅広いラインアップを揃えています。スケールメリットを生かした調達力とコスト競争力により、高性能でありながらコストパフォーマンスに優れた製品を提供しています。またレノボはストリーマーやプロゲーマー、カジュアルゲーマーまで誰もが楽しめる PC ゲーム文化の普及を目指しています。レノボプレゼンツ
ユイ&ポポナのアークスラジオ、引き続きお楽しみください。NGS ファーストテイク、来ました。はい、こちらのコーナーは PSO2NGS の誇る人気ボーカル曲の中から、私長谷川とポポナの2人がワンテイクでの歌唱にチャレンジというコーナーです。はい、よし、ちょっと第1回目はね、うん、いや楽しかったね。楽しかったよ、ポポナは全力で。本当に楽しかったしね、うん、あのね、盛り上がりがおそらく皆様にも伝わったかと思います。はい、あのユイ先輩はさすがかっこよかったとで、ポポナは面白かったと大満足のコメントいただいておりますので本当に大満足でございます。はい、引き続きね、そんな調子で頑張っていきたいと思います。はい、はい、2回目からはね、ちょっとね、変わってますから。そう、うん、2回目からは私たちに歌ってほしい PSO2NGS のボーカル曲として、事前にアークスの皆さんから要望いただいた中から、特に要望が多かった曲を歌唱させていただきます。皆さん、熱いご要望本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、今回アークスの皆さんのご要望の中から、今回選ばれた楽曲は何でしょうか。今回の課題曲はシャーン、ようこそアークスです。はい、来ました。はい、2016年にゲーム内ライブとして配信された小林幸子さんの歌唱の楽曲で、はい、ゲーム内ライブにはなんと小林幸子さんご本人が登場、うん、その後のオフイベでも生歌唱をいただいた、今なおアークスの心に深く刻まれる楽曲となっております。秋城さんほか多くの方からリクエストをいただきまして、今回採用となりました。はい、めちゃめちゃ多かったみたいですよねえ第一いや、このようこそアークスってね、あの、うん、そのオフラインイベントの感謝祭でさ、うんうん、あのカラオケコーナーがあったんですよ、うん、あの皆さんも参加していただけるみたいな、はい、そこでね、みんな歌うのようこそアークス、みんな、はい、次の方ようこそアークスです、次の方ようこそアークスです、次の方なんとようこそアークスですみたいな、おい、それぐらい大人気なんです。2番目か3番目ひねれよひねらんのかい。今回はね、私たち歌わせていただきますよ。頑張りますよ。お水飲んでいいですか。あ、そうだね、備えないとね。いやみんな本当にさあ、もうね、これは気合ですよ、うん、気合でやっていく曲ですからね。小林幸子さんといえばラスボスで名高いからね。そうなんよ、私たち全力で歌わせていただきますので、ぜひお聴きいただいている皆さんも全力で愛の手など打っていただければと思います。あ、よろしくお願いします。はい、それではいきますか。はい、それではお聴きください。ようこそアークス。なあみんな、みんなようこそ地球へようこそ。絆を強くして立ち向かいましょう。アークスよ、やってくる。あ、それ理想が加速して現実を超えてきた。いや、そうそう、一期一会の出会いなら、は、踊り踊られ騒ぎましょう。はいはい、アクスもエネミーもダークワールスもご一緒に、はいはいはい、あ、激しく鮮烈に君の手で今動き始めた未来の世界が、ファンタシースター、ファンタシースター、ファンタシースター。みんな、みんな、みんなようこそ地球へようこそ。 PSO2 アークスたち
くして立ち向かいましょう。はい、はい、はい、いいですよ。はい、低い、低いよ、炎が低いけどね、限界ですよ、ポポナの、はい、幸子様と、はい、ゆい先輩の意思を継いでお願いいたします。いきたいと思います。はい、いやね、一番をね、ゆい先輩に歌っていただきましたが、はい、皆さんどうでしたか。いや、素晴らしかったですよね。YouTube をご覧のアークスの皆さん、そしてミュージックディスクで聴いてくださってるアークスの皆さん、こんにちは、こんばんは。 NGS オフィシャル VTuber のポポナです。今日はですね、小林幸子様、はい、そう、ラスボスの歌を歌わせていただけるってことでね、ものすごい練習してきましたよ。1000人ぐらいですかね、小林さん。だからね、あれ、歌なんですよ。歌、歌、待って、え、嘘、早く、あ、どこに、星のあ、見る、はい、ためなら咲かせてみせるさ、このアドバマファンタシスタ、ファンタシスタ、ファンタシスタ、みんな、みんな、みんな、ようこそ地球へ、ようこそ、アークスたちの冒険は星の都でスーパー東京、アドバンスおみこし担いでわっしょいしょい、アルティメートなそれそれそれ、地球よりどこ何度でも置いて、カジとパーツと英語の花、スペシャルワード一個食べてバンバンバン、エクストリームなそれそれさ、ラッピーラッピー、ラッピーラッピー、ラッピーラッピー、苦しい時も仲間がいるから、アークスたちは何度でも蘇る、さあみんな前を向いて共に立ち上がろう、不死鳥のようになれ、空を飛べ、これ本当に今楽しくって、はあ、幸せです、涙です。いやいや、これはね、いい達成感だわ今本当に、うん、はい、じゃあもうね次行きますね、はい、もうね言葉がないの、楽しすぎて、もう全部出し切った、そう、出し切った、やり切ったんです。はい、ということで次回もアークスの皆さんからご要望いただいた私たちに歌ってほしい PSO2NGS のボーカル曲を私たち2人で歌わせていただきます。はい、ということで以上 NGS ファーストテイクのコーナーでした。
みんな楽しんでくれたかな？次回もお楽しみに。そろそろお時間となりました。レノボプレゼンツユイ&ポポナのアークスラジオ。この番組はレノボジャパン合同会社様の提供でお送りいたしました。はい、エンディングです。まだ息切れてますもうこのね、完全にファーストテイクの流れでエンディングいってるから、そうそうそう、割と私も疲労感がね出ている。ちゃんとね、台本のところはね、うん、しっかり息止めて言ったけど、ね、うん、ちゃんとね、そう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 。いやー、まあここでね、うん、では改めて告知などもね、うん、させていただければと思います。はいはいはい、はい、今回のこの放送は後日ミュージックディスクとして NGS のゲーム内で配信されることが決定しておりますので、はい、ぜひようこそアークスみんなで聞いてもらって、うん、エネミー倒しながらはいはいってこうやって想像したらおもろすぎるんだけどいや、きっと楽しいと思います、ね、はい、ぜひお楽しみにということでございます。そして、6月の28日に NGS ヘッドライン、うん、私前回と引き続きで代理 MC を務めさせていただいておりますので、皆様こちらもどうぞお楽しみに。うわー、ちょっと今度は現場で見たいんだけど。えいや、この前さ画面の前だったからちょっともどかしかったんだよね。え、収録の時お邪魔していいっすか。えセガさん、見に行ってもいいっすか。え、やだやだ、あ、いいって、うそついてる。待って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 くれよ、待って。え、本当に緊張してるし、あの私の右足注目しておいてね、うん、あ、じゃあちょっと当日は現場行きます。みんな羨ましいだろう。あ、もうプレッシャーが半端ないけど、皆さん楽しみに待っててください。はい、そしてポポナは NGS オフィシャル VTuber として、はい、YouTube で実況配信中でございます。はい、皆さんぜひチャンネル登録と、ぜひ生配信をね、うん、リアタイで見に来てください。面白いよ、ね、回によるそんなことない。おもろいこと言えた回によるだいたい私が見てるとき、だいたい面白いから大丈夫。あ、本当？あ、よかった、うん、打率高いんだ。ね、私たちあのコラボ配信とかもね、うん、実はやっておりまして。そうなんですよ、まあね、またやりたいよねなんて、そんなことも言っているぜ。そうだね、2回で終わっちゃうのが寂しいからね、もう1回やりたいよ ね、なんとかしてね、うん、なんとかどうにかして、なんとかどうにかして大人の力を借りて、うん、やりたいねと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回は6月29日水曜日12時に配信予定です。次回もお楽しみに。最後にこのチャンネルの登録と高評価をぜひぜひよろしくお願いします。ゲーム内でまた会いましょう。